食べる。おお。こんなん手に入れちゃいましたね。こんなもん、はい、国産豚ラードという、はい、食べたい。まあ食べるしかないですね。メインで。メインで背脂を、はい、背脂をメインで、メインで食べたいんですけど、どうすればいいかなと思って。なるほど、はい、トッピングみたいな感じじゃなくて。じゃあ、わかりました。え、わかった、任せてください。え、なんとかしましょう。うわ、なんとかできちゃうこれ。ん、全裸監督風。今回使う食材ですね。まずね、あらかじめね、もやしを茹でておきましょう。はい。まあ、どうせしぼむんで。でも、まあ、豚なんで、やっぱ臭み抜かなきゃいけないんで、まず、長ネギの青い部分、生姜は必須ですね。あ、中にさらにもうぬるぬるになっちゃうよこれ。うわ、すごいな。これは取れそうか。これはすごいよ。およし、生まれて初めて見る光景ですね。格闘してるな。わかんないけど、モンハンやったことないけどさ、こんな感じなのかな、狩りって。うん、よいしょ、 OK、 とりあえずこんぐらいにしよう。はい、死ぬよ。それぐらいのマシマシは私はトレーニングしてるんで。いやいや、そのまま通り言ってるじゃないですか。ちょっと鍋でかかったんで、もやし移しました。はい。じゃあ今からその背脂をね、味付けして煮込んでいくわけなんですけど、前回チャーシューを作った時にそのタレが余ってますんで、うまい、まんまぶち込んじゃおうっていうことですね。ちょっと一回解凍します。この背脂をね、茹でていくんですけど、まず最初にちょっと臭みがあるんで、臭み抜きしたいんで、こうやってね、ポイポイ入れて、ポイポイです。じゃあまたしばらくお待ちください。もうだいぶね、煮えてきましたんで、今からね、圧力鍋にこれを移したいと思います。先ほどね、レンチンしたスープがここにありますので、これ全部入れちゃいます。残りのこれポイポイと入れて、めっちゃいい匂いだ。セットして強火で、待つ。前髪が長すぎますね、まず。じゃあちょっと30分ほど経ったってちょっと見てみましょう。来ましたね。おお、すげえ。食欲をこうかきたてる匂いですよね。おお、あんかよ、最悪だよ、あんかよ。あんなの。うめえ。お、味付けは醤油感が、マジ
すごい。あ、味ついてるめっちゃ。はい。おお、すげえ。じゃあちょっとこの油を使って丼を作るんでね。うわ。いいね。森が千里眼っぽいです。そうね。やったな。トラブルが起きております。うん、なかったことだ。なかったことだ。はい。おお。すごいな、プルプルだわ。なんでだと思う？なんだろう。油だからだよ。油だから。今日がえぐいな。やばい、どこうまじゃないですか。うわー、ジャンクだね。ジャンクすぎるね。ジャンクだな、これはマジで。で、これにプラスしてこの前、この取っておいたスープにゆで卵をずっとつけてたんですよ。それもね、足しちゃおうと思うんで。イエイイエイ。背脂丼です。ということでね、はい、背脂丼ができましたね。できた。いやー、うまそう。ちょっと食べていきましょうか。はい。やばい、これ想定外にうまそうですよ、これ。じゃあ、いただきます。ありがとうございます。いただきます。すいません。どっから手つけたもんかな。いや、これ本当に迷うとこだね、これね。これさっきから、よっこいしょ。ね、ジェンガみたいな。崩さないように。崩さないようにね。ご飯にたどり着けるかな。確かに。うん、あ、油うまあ、うまいぞこれ。うん、ね、うん、卵もね。うん、卵うまい。あ、うん、黄身までめっちゃ染み込んでるね、味が。うまいね、卵。うん、米全然来ねえんだけど。どんで食いたいのよ、俺は。結構味が濃いから、やっぱご飯と一緒にね。これ早急にお米欲しいっす。天地返しみたいな。一応。お、現れた現れた現れたよ。ご飯も染みてるね。うなぎのご飯みたい。うなぎだな。確かに。わあ、すげえ。うわ、すごいこれ。これです。とにかくジャンキー言いたかったんで。うん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 、売れるよ。いや、これ売れるよ。背脂丼、背脂丼売れます、これ。背脂よ。言っても、うん、うまっ。うん、いや、
美味しかったですね。いやいやいや、まあたくさんありますよ。まあいっぱいありますよ。あれ油にやられたもん少しでも。あれやられてる？これはこれはこってりがきますね。はい、やっぱり。はい、思ったよりも染みてるな、あのご飯に。そうなんですよ。僕ちょっとね、うん、あの調味料試しますわ。ちょっと。お。ちょっとねこれだよね。なるほどね。お。これをねつけてさっぱりと。ああいいですね。よいしょ、よし、ね、やっぱうまいんだけどね。まあ、いかんさん油がね、やっぱりすごいですね。ずっとポッてるやつ、ポッてるからね。やっぱりさっぱりだ、でもするね。お、うわ、うん、うめえ。あ、マジ全然違う食べ物。全然違う食べ物。あ、そう。はい。うん、あ、全然状態がうまそうなんだ。うますぎ。てか、いくらでもいけるわ、こんなの。マジマジで。あれ、感情がちょっと、あれ、あ、いや、作ってくれた人だけどね、言ったら。だからそのダイナマイトを作った時もこんな感じだったんだろうな。ノーベルの気持ち。なるほど。あ、僕もじゃあ確かにな。失礼します。これ韓国料理みたいじゃない。あ、確かに食器がな。食器がね、そうさせるね。キムチ添えてたらもう本物よ、うん、キムチ。あの冷蔵庫にあったんだけどさ、はい、半年前なんだよ。あ、それは致し方ないね。置いてあるな。それはもうまだ冷蔵庫入れとこう。捨てようよ。もう少ねえな。結構。お召しです。お召しします。今回これ3号ですか？3号ですね。売ってるね。あっという間よ。うん。さあ、お疲れ様でした。さあ、ということでね、いかがでしたか？いやインパクトがすごい、はい、うん、まあ、あとうまいはうまいね。あのやっぱ一口目のね、うん、第一発目のうまさが半端なかった。正直なこと言うと、あれ、うん、一口で、あれ。ごめんなさい。自分で作っといてあんだけど。一口どうですか、皆さん。一口でまあ、僕も一口。一口で。なんで全員食ったんだよ。いや、あとはお店でね、よく背脂丼とか出してるけど、はい、ちっちゃいのよ。確かにすごい。あの、やってみたってなると初回だとこういうことになるけどね。まあまあ、いやね、作ってくれって言われたからよ。え、俺作ったんだよ。え、あっち受けたからよ、あなたが。おえ、いやいや、まあまあそこはね、うん、まあでもそうか、みんな同じ気持ちだったんだ。言えばよかったね、本当の気持ち。まあ確かに3人合わせて3口だったもん。今度は楽しく美味しいものを作りたいと思います。そうだな、ね、うん、ごちそうさまです。Beep, beep, beep.